ちょっとカメラアングルがやばいな、悪すぎる。今日場所取り失敗したんだよね。ひどいな今日。場所取り大失敗や。
ちょっとごめん、場所変えるわ。ここやりづらい。ここやりづらいから場所変えます。オッケー。すまんね。場所が悪すぎる。どこでやろうかな。場所取り失敗だからな。オッケー、ありがとう。どこでやろうか。狭すぎる。ここいつもの場所でやりたいんだけど、缶切りやってるからさ。どうしよう。どこでやろうかな。参ったな。場所、向こうでやるか。向こうでやるわ。ここでやりまーす。電波ある？スターさん頑張ってね。頑張るよ、ありがとう、スターさん。ここでやります。ちょっとでかすぎるかな。どうした？わわって。なんかあった？うわ、危ねえ。どうした？はるみさん。なんかあった？9時。あ、9時か。なんだ、あわわわわって。ここ OK ですか？ OK、 見える、大丈夫、ここでいい場所。携帯変えたんだ。うんうん。オッケー、映像。もうすぐ下か。もうすぐ下か。石田さん、奥です。オッケー。この辺かな。もうちょい下。マスターキーさん風船を10個プレゼントしました。この辺かな。風船ありがとう。見えない。OK。もうちょい米ビル小さくするか。これくらいいいか。コメント。OK、これで。難しいな。三脚欲しいね。三脚が欲しい。誰か行きます。
終わり？終わってないよ。最近頑張ります、セルミさん。おー、ワード2、サボちゃんいらっしゃい。サボちゃんバーガーありがとう。風船10個マスターキーありがとね。ワード2。バカ10個ありがとう。
結構疲れますね。結構疲れます。ボーリーおじさんさん当たりに来たランナーは危なかったよね今ね。普通にパンチ当たりそうになったんだけど、普通に後ろからはあれまずいでしょ。危ないよ。普通に危なかったよね今。こんばんは。いや、缶蹴りやってんだよね。缶蹴りやってる若い子。俺はね、テルチャンピンっていうふわっちの配信者。あれ、ピンボケすごいな。俺はね、ふわっちのテルチャンピンと戦います。ピンボケ治んねえな。治った治った。プレゼントありがとう。今日やばい体調すこぶる悪い。今日軽めにやる。足は痛くてマラソンもできないしさ、全身が痛い。休まないとこれダメだわ。ほんと今日はほんとひどいよ。体中ビッキビキ、ムチ打ちだもん。ひどいね今日は。体調がもう悪すぎる。ロシアンフックはねドレさんに教えてもらった。なんか決めパターンみたいなものを覚えた方がいいねみたいな。自分の攻撃パターンでロシアンフックいいかもしんないって言って、大振りになる癖があるから、どうせやるんだったらその技術的なロシアンフックやった方がいいっていう。このまあ、テルチャンピンだとすんじゃん。目線の高さはテルチャンピンなんだけど、どういう原理かっていうと、こう踏み込んでこう来るんだよね。消えてこのままパンツが来るっていう。わかる？イメージできる？こう、花粉も多い。花粉はそんな気にならないけど、体調がすこぶる悪いですね。うん、こっからこう重ねていってこっちに油断させてこのままこういくっていう。視界から消えてその反動でこう行けっていう。そうそう、ドラゴンフィッシュブローみたいな感じだよ。ブーメランフックとかロシアンフックとか。あ、これ当てるには下とか上とかに散らして、もう意識なく、なんつうの、バラバラになってるところじゃないと入らないって言われた。
これスパーやった次の日は休んだ方がいいね。さっきさ笑ったよ、放送終わったじゃん、放送終わって配信切って準備してたら着替えてたら、シャカがピッ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 って俺に向かって泣いたから、俺なんて言ったかって言ったらさ、はいワドツーって言っちゃったもん。恥ずかしかったよ、一人でシャカに向かってピッピッって言われて、はいワドツーって言っちゃって、なんだそれと思って、はずーと思って一人で笑ってたんで、クソ笑ったよ。誰もいない部屋でシャカに向かってワドツーって普通に言ったかんだよ。夕方に花火10発投げた人、小手半なんでしたっけ？なんだっけ？ど忘れしちゃったな。あの人格闘家なのかな？わかんない。普通に、ツイッターのプロフィールしか見たことない。うん。いや、パンチ軽いっすよ。全然重くないよ。素人なんで。笑うっしょ。超恥ずかしかったよ。釈迦に向かってワドツーって来て。カエルさんそれ面白すぎるわら。面白いでしょ。しかもカメラ回ってないからね。これマジだから。あの日鬼のように強い。ああそうなんだ。いやだってやばいでしょ、44センチってよっぽどだからね。超やばいよね。やっぱカメラ目線だと殴られてる臨場感出るね。あのガチッチに殴られた時こんな目線だったよ。あの巨体でこうやってパン、こういう感じ。超怖いでしょ。すごい近い。怖いね。引きで見るとさ、こういう、なんつうの、こんな感じだ。だけど、こういう感じだからね。右ストレート、いやいや、全然強くないっすよ。強くないから練習してるんですよ、僕は。強くならなきゃいけなくて。セクチアットマーク、風道をしたん、怖い。怖いよね。これが当たるんだぜ、ボーンって。超痛かったよ、首までも痛いもん。バキ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 って当たった瞬間バキバキっていうの、バキバキって、頸椎捻挫ってやつなんだよ。だから体中が痛いもん。今日マラソン20分できなかったもん、ジョギング。すねが痛すぎて、すねと膝。今日はさすがに練習する日じゃない、言い訳するわけじゃないけど、軽めに流して体温めて帰る。グローブが超重たいもん今日。体いて、まあ本当に強い人は強がらないからね、そこがかっこいいよね。本当に
強い人ってさ、俺強いアピールしないじゃん。そこはかっこいい。体調悪すぎ。ごめんね、今日はこれでやめとくわ、マジで。体が痛すぎるわ。その痛さ治そう、細胞が強化修復してる。そうそうそう。で、ギチギチって言うんだよ。今日は体が休まないとダメだって言ってる。マジで。帰りましょう。ちょっと辛い中でもトレーニングやんないとなと思ったけど。やりたいんだけど、今日は体壊すっていうのがわかる。昨日ストレッチちゃんと入念にやっとくべきだったわ。うん。体がやばい。悪化しないうちに切り上げるのが吉。だってやっても練習にならないもん今日は。やめた方がいい。体壊れるだけ今日は。やめるが吉ですね、今日は。腰岩さんように練習後のストレッチ。今日ちょっとあれだわ、風呂銭湯行ってゆっくり体ほぐしてくる。明日から本気出す。そうだね。今日のんたいないからな、ご飯どうしよう。
なんかおすすめの飯ある？卵焼きいっぱい食べる卵焼きとウィンナーとか超うまいよね。なんかさ、なんか子供の頃分かんなかったけどさ、なんかさ、卵焼きとウィンナーだけの味噌汁、ご飯の朝食とかよくない？キャベツとか。卵か。卵でも今日昼間 2,3 個食ってるからな俺最近。卵取りすぎなんだよ。1日 5,6 個食うもん。赤ウィンナーつい買ってしまう。美味しいよね。タコさんウィンナーにするやつでしょ。やっぱパキッとするやつが好きだね。目玉焼きウィンナーのうまさはやばいよね。でもウィンナーって体に悪いんでしょあれ。なんか俺ウィンナーは体にすごい悪くて寿命が減るっていう記事読んで、じゃあドイツ人どうなんだって思ったけど、毎日ソーセージ食ってるわけじゃん。なんだっけ、あと何々を食べたら寿命が減るみたいな、ひじきを食べたら寿命が減るとか、何もしなくても寿命なんか減るわ、タバコ一本吸んだら何秒とか言うじゃん。シーチキンもうまいね。なんか俺ね、なんか寿命って伸びると思ってんの。なんか食い物で寿命が縮まるって言ってるけど、それってさ、なんか嘘だと思ってて、なんか絶対寿命長くなると思うよ俺らの世代。なんか悪いもん食ってるから、添加物食ってるから寿命縮まるとか言うじゃん。あれ絶対嘘だよ。絶対長くなるから自信あるよ。なんかむしろ健康に怯えてる人ほど健康志向に走って病気になるイメージなんだけど、俺わかる、なんとなく。なんか病的に健康志向な人ってすぐ病気になって死ぬイメージがある。だからね、ストレスのない人の方が長生きするっていうのが俺の持論。なんか穏やかでさ、物静かなおじいちゃんとか、あ、この人ストレス耐性強いだろうなみたいな。食べ物を気をつけてる人ほど早く、そうで、何でもかんでもパクパク食べてる人って、美味しい美味しいって言ってる人ほど長く生きるイメージ医学的な根拠全くないけど。だってひじき食ったら寿命が減るっていうデータを見て俺らどうすりゃいいんだよな。沖縄の人寿命長いですよね。ゴーヤ食ってるからなのかな、何なのかな。沖縄の人がなんでって食い物じゃないと思ってて、俺は沖縄の人が寿命長いのって、沖縄の人ってほんと時間ゆっくり流れてんだよ。なんか何も考えてないっていうか、男働かないもん。
沖縄の男ってあれだよ、日本一働かないよ、これ本当だから。ばあちゃんが妹に言ったの覚えてるもん、あの沖縄の男とかだけは結婚するなって、絶対働かないからと。沖縄の人知り合いにいっぱいいるけど、親戚にも本当に働かない沖縄の人。これだからみんなあれで沖縄の彼氏作ったらダメだよ、うん、女の人は超働き者だけどね。沖縄の人は女嫁さんにするのはいいと思うよ。遊び人ばっかりだから。働くとこがないっていうよりもね、あのこれあのなんだっけな、あの南の方の島っていうのは男が働かなくて有名なんだよ。沖縄もそうだけど、あのフィリピンとかもそうなのね。あのなんでかっていうと、あったかい地域のところっていうのはバナナとかあの主食になるものっていうのが勝手に生えてくるんだよ、気候が温暖だから。だからその働くっていう概念がね、 DNA 的にないんだよ、うん、だから簡単に言うとのんびりも楽園なんだよ。ポケットしてでもバナナ拾って食ってりゃいいんだから。健康志向で生きて病気になったら他の人よりへこむ。ほんとへこむよね。でも俺沖縄の男の人のなんか生き方好きだけどね。ゆっくり時間流れるし、沖縄行ったことある人は分かると思うけど、バスとか平気で20分30分平気で遅れるからね。やばいよ、タクシーの運転荒いし。南の国ってあそこ日本じゃないから、バス飛ばすしね、ガッタンガッタン。ウチナータイムって言ってさ、あの友達との待ち合わせに2時間遅れるの当たり前だからね。ほんとすっぽかされても怒んないよ。まず約束を守るっていう概念がない。聞いたことある、タイの男の国民半分しか働かない、女しか、そう、女の人が、あったかい国は女の人が働くで有名結構。これ別に誇張して言ってるわけじゃないからね、これ本当だから。沖縄に親戚いるとか沖縄のリスナーさんみんなそうだよって言うよ。女の人は働き者で男は働かんっつって。だから沖縄の有名な経営者とか聞いたことないもんね沖縄でなんかシェア取ってる企業とかもあんま聞いたことないしね。あんまり欲がないんだよ沖縄の男って。それもね、踊って笑って楽しんでみたいな。アーティストはいっぱいいるけどね、沖縄は。沖縄楽園で行ったことない？めちゃめちゃ最高だよ沖縄は。めちゃめちゃ最高。あ、ガクト沖縄なんだ。へぇ、知らなかったわ。あと沖縄の人は意外と肌の色白いから、これも豆ね。あの沖縄の現地の人って海とかで水着にならないの。まず水着になるのが恥ずかしいっていう、すごいシャイなの沖縄の人って。だからあの現地の人で水着で泳いでる人いないよ。T シャツとかでそのままドボンだから。これも豆知識。あと日焼けがすごいの分かってるから長袖着てる、意外と。だから肌の色、あの現地の人が黒いんじゃなくて、あの旅行観光客が黒いだけだから。すっごい紫外線に対するなんつうの恐怖感みたいなのを持ってるよ。そう、意外と白い。
壮絶 DV っていうかね、あの沖縄のとこはほんとねフラーって言うんだけど、あのなんかもうろくでなしとかそういう意味なんだけど、フラーばっかりだよ。だから女が主体の社会なの。あと沖縄ね、いろんな文化があるんだよ。金の貸し借りシステムとかも独特で、もやいって言うんだっけな、なんか忘れちゃったんだけど、例えば10人でサークル作って10人が1人1万出すので、1ヶ月に1回1人が10万受け取るっていう、なんか保険みたいなシステムを昔からあるのね、沖縄独特で。自分たちの仲間うちで1万円出し合って、一番金ないやつが10万円受け取るみたいな。でも回ってこないから崩壊するっていうすごいシステムがある。無人だ、無人、思い出した、無人だ、もやいじゃねえわ、無人だ。そう、未だにやってるからね、そういうこと。だからそれってさ、結局あんま金に縛られてないっていうか、なんかそういうなんか田舎のノリが残ってるんだよ。田舎独特の風習が。帰ろう。俺がこういう生き方してるの、多分それのせいもあると思う。俺女だけど一発 KO できそう。初見さんいらっしゃい。一発 KO っていうか、俺は戦う理由がない人とは絶対戦わないし、喧嘩嫌いだからな。もしよかったら一発 KO しに来ます、日曜日。一緒に練習します、スパーリングやりますか。グローブ持ってるならどうぞ、ワドを殴りに来てください。有言実行でいきましょう。おじさんなんで徘徊してんの。いや帰るんだよ、今から。帰るの帰るの。私5段やで、空手いいよ、全然興味があるんなら。ディフェンスは教えてあげたいかな。あ、ヘッドロココさんいらっしゃい。超下手だったね。殴られてみてようやく分かった、左に回り込めとか動けって言ってる意味が。パンチもらったらダメだわ、体幹とかさ言って。ドレさんが言ってる意味よく分かったよ、殴られて TS 見て。恥ずかしかったもん。そういや、喧嘩屋のハレルヤさん今何してる。知らないな、喧嘩屋のハレルヤさん、なん誰だろう、喧嘩屋さん、そういう職業があんの、喧嘩屋、すげえな。殴られ屋さん、ああ新宿にいた殴られ屋さん、あの人もういないよ、だいぶ前にいなくなったよ。俺が新宿来た時にはいなかったから。それでももういなくなったね、3年ぐらい前って言ってたから、もう7年前ぐらいに引退してるんじゃないかな。うん、あの元ボクサーの人でしょ、有名な1000円で避けまくる人でしょ。あの人はもうとっくに引退してるでしょ。ガローデンとかにもモデルになってるよね、出てるよね。1000円で1分間だっけ。
いるで、あんた。いる？懐かしい。具志堅さん、具志堅のファイトスタイルめちゃめちゃすごいかんね。冠鷲って呼ばれてるの分かるもん。うん、冠鷲すごいよ。今でも強いのかな。具志堅さん強いんじゃないの。だって世界チャンピオンで13度防衛とかでしょ。バケモンだかんな。試合見た時、あ、こんな荒々しいファイトスタイルなんだと思ってびっくりしたもん。超すごいよ。うん、レフェリー止めたりしてもぶん殴り続けるからね。うん、なんで夜動いてんの。うん、練習、ボクシングの練習。食べよっかな。ああ、うんとね、昨日のむち打ちとか膝が痛くてもう20分のロードワークもできないし、パンチ打つたびにもうなんつうの、めちゃくちゃなのよ今日。パンチもろくに打てないから今日休もうと思って早めに上がった。今日はダメだ。もうすねは痛いし、膝は痛いし、肘も痛いし、体力っていうかもうギチ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 言うし、首もムチ打ちみたいになってるし。今日は早めに上がらせていただきましたよ。ガチンコファイトクラブの竹原、ガンになった。マジだ。あれだね、竹原さんって世界チャンピオンなのにガチンコファイトクラブの人って言われるんだ。世界チャンピオンの竹原じゃないんだ。それくらいインパクトあったもんね。ガチンコファイトクラブの竹原さんって言われるんだ。すごいよ。チャンプだぞ、チャンプ。力入れすぎやね。構えから力入ってた。そこは怪我の、うん、体が硬いっていうか、生まれて初めてのスパーだったから緊張したのこと怖かったので体がガチガチになっちゃったんだろうね。ほんとリラックスとかね、言うけどよくわかるよ本当に。漫画で読んでたこと、そのなん体を柔らかく使えとかね、やっぱ体を動かしてみないとわかんないことたくさんあるね。ミドル級だね。うん、竹原日本で一番強い。俺は具志堅さんじゃないかなとか、長谷川ホズ、どうなんだろうね。その階級のあれもあるし、うん、なんとも言えないよね。その最強とかさ、ギターで世界一とかさ、いっぱいいるじゃん。だから自分の好きな選手が一番でいいんじゃないかな。うん、こんばんは。竹原さんはガンだよ。しかもファイトマネー少なかった、チャンピオンでも。あのね、畠山の時代で、世界戦の2戦目で防衛戦で初めて1億もらったって聞いた。最初の世界戦は2000万だったんだって。
で、それ全盛期でしょ、ボクシングまだ盛り上がってたじゃん、畠山の頃。だから今1000万いかないでしょ。テレビの放映権が絡んでぶっぱねるんだって。こんばんは、どつ。うん、アパーコだ。久しぶりですね。どうなんだろうね、時代によっても違うだろうし、体重によっても違うだろうし。でもドルさんが言ってたよ、本当に才能のある人はボクシングとか格闘技やらないって。弱いからやるんだよって、強くなりたいから。で、本当に才能のある選手とかブラジルとか想像してもらったら分かるけど、格闘技やらないって。身体能力高かったらサッカーやるって、稼げる額が違うから。だから強くなりたいとか、いじめられっ子だったとか、そういう過去を持ってる人じゃないとダメなんだって。ビーフカレーか、それは妙に納得したな。次スパーリングやるならディフェンスもっと練習した方がいいと思うで。ディフェンス、そうそう、ドレさんに言われた、もうディフェンスの練習いっぱいしてって、うん。薬師寺 VS 辰吉を見たことがないんだよね、俺。俺の世代ですごい、一番好きな試合は、畠山と坂本さんの戦いが大好き。あれは殴り合いだもんな、本当に。ボクシングじゃなくて、意地と意地のぶつかり合いだもんね。ご飯何にしようかな。格闘技のギャラ少なすぎる。だから俺 K1 ってすごかったんだよ。館長、石井館長捕まったけど、あの人すごいファイトマネー払ってたからね、世界中のトップスターを日本に呼ぶために。だから K1 ダメになったのって館長がいなくなったからじゃん。館長の解説マジで企画だったもん。あ、今折れましたねとか、あー次の蹴りで倒れますよとか普通に言うけど、マジで的確に当たるからね。あ、誰々は何々狙ってますよとか。あの人はほんと見る目あると思う。解説者としてもう天才だよ、一流だよ、新館長は。まあ、あの人を超える解説見たことないね。ヘビー級のメイウェザー級になれば異次元のギャラ。もう50億とかでしょ、パッキャオとメイウェザーだっけ。だってそれそうでしょ、世界チャンピオンなんだから。世界チャンピオンさ、スーパースター中のスーパースターなんだから。俺もいじめられっ子やった、うん。だからなんかドレさんが言ってくれたよ、なんか一番美味しいのは和道だよって。その強い、ヒカルくんとかかかっても強いから当たり前じゃんって言われるだけじゃんって。そう、喧嘩慣れしてるとか体がいいのは、和道みたいに弱っちいのが頑張るのが面白いんだよって言ってさ。だ、和道が一番美味しいよ今回って。うん、弱っちくてすぐ倒れて、だけど練習一番やってって、毎日やってんの和道だけでしょって言ってくれたよ、うん。だから和道は試合勝ったら盛り上がるんじゃんって。なんか褒められてんだか褒められてんだかさバカにされてんだかってまあ確かに一番弱いけどね。何行こうかな、サイゼリア行く、サイゼリアで飯食おうかな。ヘビー級のメイウェザー級になれば一次元、あ、これ読んだよな。格闘技始めの、俺はもともと喧嘩嫌いだもん。なんか誤解されてるけど、ヤンキーだと俺喧嘩大っ嫌いだもん。格闘技してても喧嘩はやっぱ嫌だなと思うよ。なんか暴力は絶対ダメだっていうのが本当に思う。なんかその体を鍛えたりとか強くなったりするのはかっこいいことだと思うけど、それをね誰かに向けるっていうのは俺あんまり好きじゃないですね。スポーツとかその格闘技での試合でやるのは大好きだけど、後味悪い悪い、そうそう、殴られた方も一生覚えてるし、下手したら死んじゃうからね。うん、
だから俺ヤンキー漫画も読まないもん。クローズとかワーストとか大嫌いだもん。なんかあれを名言とか言うけど、あんなのさ、名言でもなんでもなくてさ、人を殴ってさ、そこにさ、カッコつけてるだけじゃん。あんなの全然名言でもなんでもないよ。暴力だからね、ただの。なんか牛島くんも大嫌いだから、1話読んでもう二度と読まないと思った。うん、こんなの読み物じゃないと思って。牛島くんも大嫌いです。こんな人を不幸にして、それを喜ぶような漫画。うん。日本はヤンキー漫画大国。っていうかまあ漫画がね、漫画が一番才能、なんつうの。芸術家の才能が一番集まる漫画アニメだからね。ゲームか、あと。この三本柱だからね。格闘漫画だらけ。いや、格闘漫画っていうか、俺ファンタジーならいいの。ドラゴンボールとかハンターハンターとか。そういうのは別に何も思わない。ナルトとかさ。明らかにファンタジーなのわかるじゃん。だけど、なんか変にリアリティを追求した、そのヤンキー漫画って変な思想を与えると思って。あれ絶対かっこいいって思っちゃう人って真似ちゃうから。あ、ベイラゴンさんありがとう。頑張るね。そう。人を殴ってカッコつけてるセリフとか言ってるけど、絶対あいつら30代40代になったらさ、絶対前科者になってると思わない？ワーストとかクローズとか読んでて。あれ10代だから成立するわけじゃん。ってことは間違ってることを教えてるわけじゃん、人に。そう。あれは害悪だと思うよ。バキ好きだけど、俺バキ格闘漫画とかヤンキー漫画だと思ってないから。あれギャグ漫画だと思って読んでるから、だからバキは好きなんだよ。確実に影響されるでしょ。で、やられた方はいじめられたって思うからね、一生に持つでしょ。甘ったれるな何々とか言ってぶん殴られて、お前の弱さを呪えとかわけのわかんないこと言われたらさ、ふざけんなって話だ。何カッコつけてんのこいつ、人殴ってって思わない？マジ痛いやつだからね。普通に警察行って逮捕されるところまでちゃんと書けって話だよ。わけはギャグ漫画だよ。一番強いギャグ漫画、最強のギャグ漫画だから。格闘技のいいところは体も鍛えられるし、何より自信がつく。いや、自信つかないんだけど、俺。毎回毎回恥ずかしい思いしてるだけなんだけど。こんなさ、世界中に見られるわけじゃん。世界中にノックダウンされてるところ晒してるだけなんだけど、今のところ。痛いし。キングダムとか歴史系。あー、キングダム読んだことないんだよね。キングダム面白いらしいよね。新しいやつだと俺テラフォーマーぐらいしか読んでないの。テラフォーマーはどうなるのかって、あれすごい若い作家が書いてるから、あんまり、その普通に面白いんだけど、ドハマりしてるわけじゃなくて、この作家どうなるんだろうみたいな。画力めっちゃ高いしさ。ただいま、寒い。よいしょ。疲れた、体痛い。
これからこれから。どうだろうね。まあ6月10日までなんかこうリスナーさん喜ばせる戦いができたらいいなと思うけど。キングダムってあれ中国王朝の話なの？日本じゃないよね舞台。どこの話なんだあれ。でも俺あれだよ、今回の6月で格闘技はやめますよ。うん、企画として面白いからやるだけで格闘家目指してないからね俺。始皇帝、あー絶対面白いじゃん。へー、いい設定。しかもあれじゃん、中国のマーケットとかも相手にしてるんだろうね。それめちゃめちゃ美味しいじゃん、ビジネス的に。中国人が読む漫画とか良くない？じゃあ中国も日本のことリスペクトするんだよ。日本人いいじゃんって。日本で生まれて何がいいって、漫画がこんだけ格安でこんだけ大量にあるって俺ほんと幸せだからね。日本人として文化レベル高すぎるよ。だから漫画読まないっていう人たまにいるじゃん。もったいねえってほんと思うもん。日本人なのに漫画読まねえのかよみたいな。単純にもったいないなーって思う。日本が世界に誇る文化なのにっていう。それをこんな格安で手に入るのにっていう。さ、日本の邦画とかさ、ドラマとかってもうダメじゃん。全然面白くないじゃん。ロシアンフックで当たったらかっこいいよね。当たんないと思うけど、うん、じゃあ一回放送切り替えます。雑談配信に切り替えます。お疲れ様。お疲れ。雑談します。おつでーす。今日すいません、トレーニング配信楽しみにしてた人、体がグダグダでした。おつおつ、雑談枠やります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。